武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は龍谷大学の入試について話していきたいと思います。龍谷大学、ですが、まあ、いわゆる三金交流の龍にあたる、大学ですね。まあ、関西でいう、まあ、関東の日東駒線、にあたる、大学の、一つ、になりますが、まあ、という形なので、まあ、問題の難易度などは基礎的な、部分が多い、ですね。で、入試の形式としては、まあ、得意科目が配点上がるパターンなどもあり、割とその自分自身の状況に合わせて受けやすい形になっているかとは思います。で、まあ、場所は京都ですね。関西の中でもにあります。ではそんな龍谷大学ですが、受験の科目それぞれですね、英語、数学、国語、日本史、世界史、政治経済、物理、科学、生物とありますので、自分が見たい科目を選択してください。